こんにちは、ゆうです。昨日生放送来ていただきありがとうございました。今日は無課金非属性縛り芝居の丸やっていきたいと思います。ペイ反対やったですね、まあワンピース弾きたいでも意思がない。金曜日にもらえる、金曜日やったかな。でも待てない。はい、ということで、未知の申請もね、ここクリアしてなかったんで、ここ行きたいと思います。はい、パーティーがこんな感じでございます。はい、リーダーシールフですね。リーダーフレシールフにエースで7コンボ強化モリモリというパーティーですね。はい、ご紹介しましょう。シールフ、リーダーのシールフにリーダーチェーン耐性つけてイノセントメモリアルですね。はい、で次にサブにポップ、超学生スキブ、お邪魔目覚め耐性で集中砲火ですね。でエース、このエース2体とも同じとなっております。全く超覚醒無効貫通に、上限解放スキルチェーン2つ、10連ガチャパー、はい、一緒で、かっちゃんですね。バックウォーク、完全毒耐性に毒目覚め耐性、それに4連ガチャパーですね。でフレンドさんのシールフに、ペアリングスロースつけてもらって遅延4つ、ドラゴンキラー1つで、バッチャー回復ですね。はい、それでは参りましょう。ドン。いや、このスタミナの減り見ていただけるとね、分かると思われますが、結構やり直しております。使えております。で、まずは変身させることを心がけて、はい、10連ガチャパー使います。で、シール風変身させて、で、4連ガチャパー使って、で、ここでエース使います。で、あ、ちょっと待って、シール風変身させて、はい、10連ガチャパー使って、集中砲火使うと片っぽのシール風が変身できるということで、で、ここはでも単体攻撃でいいんで、水は全体でも全然いいんですけどね。で、右チェックしてあげて1体ぐらい倒せたらいいかな。なんで火が全体攻撃になってるんや。はい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 、こんだけ火やったらね、まあ使っていると平気でね。エース君はね、水ドロップを消してくるわけですよ。回復以外から作るんで、右を。よいしょ。はい、OK。OK、これでシーウルフが変身できて、集中砲火の属性吸収の効果が効いてる間にいけるということで、おめでとうございますって感じですね。はい。誰がおめでとうございますや。何を言ってるんや、ほんま。はいはいはい、真ん中だけ残っちゃったが、まあ全然いいでしょう。はい、シーウルフ使って、ちょっとシーウルフのね倍率を見ましょう、お見せしましょう。はい、 3.9 倍となっております。そこにねエースが単体2倍かかってくるんで、もうこれ無効貫通ね、シールフのエンハかけて決めたら、まあ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 、まあ、前半はね安定するんですよ。はい、オッケー。はい、ちょっと収めます。はい、属性吸収効いてる間に、こう効いてる間にやってこれましたね。ここはねもう安定してるんで、あ、そのエースにデバフは優しい。はい、じゃあ悲願つけます。はいはい、で水消し、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、やっぱまあ多分倒せると思います。 OK、 やばいな、ちょっとマジで疲れてるな僕。はい、このルーレットはね、あのかっちゃんで浮気できるんで大丈夫でーす。はい、で火になってる時に上行きしてあげましょう。どうせならね。で
シール使って、で、エース君使って、エース君って言ったのは誰やったかな？サウロやったかな？もうあんま覚えてないんですけどね、もうそこら辺も。はい、はい、はい。はい、オッケー。ありがとうございました。で、ここで指減らされるんですけど、ポップが、消せない解除、軽減、あと、指奪いできるんで、指奪い回収か。できるんで、ほら。こういう感じなんで、使ってあげて、で、スキル。そのスキル使って、無効貫通。はいはい。やばいやばいやばい。回復、ここで落としになってるか。あ、回復せんでよかったやん。あ、でもこんだけ落ち込むくれば。はい、オッケー。ありがとうございました。さあ、前にですね、これでね、遅延が飛んでくるんですよね。一旦ね、耐えなきゃいけないんですよね。で、どうせなら前にで耐えた方がいいので、回復は置いとくか。ほんま、こんな感じで。あ、引けちゃった。はい。はい、ルーレット。はい、よし。で、シール使って。で、エース使って。はい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 。はい。もうちょっと火欲しいな、一個。あー、やばい。これはまずい。倒せないかも。ですよね。あー、やっかいや。大丈夫やね。ね、遅延飛んでくるんですよ、ここで。で、エース使って、幸いね、無効貫通組めるんで。はいはいはい。はい、はい。はいはいはい。まあ、これもいいかな、別に。うん、回復力ゲームをね、一旦、ここで過ごせるんで、もう一旦余分にね。は、オメガ、あ、オメガがいいんですよ、ほんと。先生優しいんで。はいはい、優しい。アルファの方がね、ちょっと痛いんですよね。はい、これ、使って。しかも、貴属性で抜きやすい。はいはい。はい、こんな感じで。闇も落としになって。はい、オッケー。ありがとうございました。さあ、この子が痛いんですよね、先生が。マジで痛い。痛い痛い。よし。で、エース、デバフかかってる方のエースも解放されて。まあね、水なんで倒せはしないんですけど、相当落ち込んこない限りね。まあこんなんでいいでしょう、もう。どうせ倒せないんで。はい。でね、これがね、厄介なとこね、吸収してくるとこなんですよね、たまに。で、こういう時は、エース使ってあげて、ロック解除先にしてあげて、で、シール使ってあげると。あ、これはもしかしたらいけるかも。回復もね、ないんでね。で、こうしようか。オッケーオッケーオッケー、火落ちた、火、オッケー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 。さすが、落としやすくしてくれる。目覚めしてくれてる。さあ、次、8回。ここはね、先制はないんで、ちょっと休憩ポイントですね。あー、ちょっと僕もじゃあ、もう。はい。で、シール使って。で、エース使って。はい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 。はい。はいはいはい。あー、もう行ってオスクリーン間に合いかった。まあ、ここ柔らかいんでね。
結構倒せるんですよね。はいはい、ニースちゃんがね、もう痛いし、もうやめてって感じなんですけどね。痛いんよ。でもうここはエース使わんと、もうちょっとゆっくりね、2ターン行動なんで、あんまダメージ与えすぎるとすぐ攻撃しちゃうんで、せっかくの2ターン行動が、もう無効貫通もね組まずに、はい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 、ここでさあエース使っちゃいましょうか。うんーで1、2、3、ちょっと2体エース使いますわ。ちょっとここ本当は一発で倒したいんで、もう何回ね、もうニースに泣かされたか。はい、はいはいはい、オッケー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 。で次ポップがあるんで、はいはい、ポップがいるんで制限も張れると。でもここはそんなに大丈夫、はい、とりあえず無効貫通組んでいきましょうか。あ、いやいやいや、違うわこれ、違うわ、ちょ、ちょっと待って、これでこれ、あ、こっちチェックで、はいはい、こっちをね硬いんでね、こっち左が、はいはい、オッケー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 。で遅延されてるんか。じゃあエース使って、あぶねー、水の数々に乗せた、それは消しすぎやて。はいはいはい、オッケー。さてと、こんぐらいやったら削れるんちゃうかな、エースで、はいはい、でしっかり回復で、ヒーも、あーあー危ない危ない、落としになってる。あー残っちゃったか。あーでもこれぐらいやったらもう削れるんでね、大丈夫です。はい、安心ですね。いやもう結構ドキドキしてるんですよ、もう負けたくないから。内心ヒヤヒヤよ、こんなゆっくり喋ってますけど、なんかパズドラゆっくり解説みたいになってますけど、声がね、僕なんか、はい、危なかったかな、もしかして大丈夫かな。次はエリカって何やったっけ、覚醒の子か、一旦ねだから、オッケー。あー、それ、そんなんしちゃう。じゃあここは無理せずにね、もう殴りもしないですよ、軽減だけ貼りますよ。はい、そう指短いんやった。はい、オッケー。またそんなことしちゃう、痛い。ちょっとね、ここポップ貼っときますわ。でもエース使っちゃうか、一体、はいはい、でも無理はしない、もう安心安全プレイでいきたい。はいはい、雲は効かないっす。はい、軽減も張ってる。オッケー。ちょっと自分の中で今いけそうかもと思っております。これね、満身がダメなんですけどね、すぐ気抜いちゃう僕。ほらね、危ねえ、もうヒヤッとした。危なー、もう調子乗りすぎた。あかん、ちょっと気合い入れ直そう。はいはい、こうは属性急所なんか意味あったかな。
あー、あんまないな。あ、でもルーレットうざいからかっちゃんヒーローメンの時に使っちゃって、はいはい、シーフ使ってあげて、で、エース使ってあげて、これはね、かっちゃんのルーレットはゆっくりなんで、しっかり回復も入れて、はいはい、あー、そこまで待ってくれなかったか。はいはい、いい感じに削れましたね。はいはい、でもヒゲが次少ないんちゃうか、もしかして。いやー、これはこれはどうしよう。全体攻撃かまそうか。いや、もう1対1でいっか。水だけ全体攻撃。やっぱこっちチェックしとこう。オッケー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 、いいくらいに。あ、水になっちゃう。痛い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 。ちょっともう僕ビビリなんですよね。ビビリなんですけど、ビビリなんやから、ポップ使っちゃうか。ちょっと一応次ね、先生なんか痛かったような気がするんで、知らないですよ。もうこんなとこまでね、正直ね、もう撮影してから超えてないんで。オッケー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 。いや、マジか。おおお、それだけかい。よかった、あ、よかった。しかもこのエースにデバフ飛ばしてくれるっていう接待っぷりを。次使うエースにデバフを飛ばしてくれるっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、喋れへん喋れへん。あぶね、またやってもた、またやってもた。あぶねー、あぶねー。ここ痛いことせんといてね。あ、よかった。ちょっとお手のも。あーしょ。回復はないから。さっきポップ使わんのよかったな。ちょっと待ってください。集中モードに入ります。運が良かった。回復落ちてきて。火はいらん。火はいらん。回復。OK。とりあえず次の回復は揃った。痛い。痛い。よし、ちょっとね、もう怖いんで、かっちゃん使っちゃおうかな。いや、でも抜けるか、この調子だと。はい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 、水消えてね。はいはい、OK、そこそこ回復もできた。 OK、次ポップ帰ってきた。さあ14回。ああ、闇ラードだ、闇ラードだ。何してくんの、もう覚えてへんよ。うわー、暗闇目覚め。いや、暗闇目覚め一番嫌いなんよ。解除できんし、もうしかも、エース使って。ああ、こんだけ闇あったらいけるか、もしかしていけるかな。ちょっと待ってください。ポップ使うからどうしようかな。経験貼った方がいいかな。僕絶対やらかすんすよ。やらかすから、ほんまポップ使おう。はいはい、いや、もう火つながっちゃう。絶対やらかすと思ってた。はい、半分切ったら、ロック覚醒の子。おー、それはちょっとハードすぎんか。で、
もうほんまビビンなんで、ちょっと待って、動かないってきたマジで。指伸ばして、はいはいはい、回復しっかりして、回復できてる？できてるできてる。でも吸収はされた。オッケー、闇吸収関係ない。あー危ねえ。あー闇は特に関係ないんで、シーウルフの闇ロックされる分には。で、向こう貫通耐えてる。この右端がヒドロップやから、そして何も言わずに始めるっていうね。うわー、もう降ってきて降ってきて、おっ、降ってきて、いや待って、あー、これもう向こう貫通組まんでいいか。水は大量にあるやろ、向こう貫通組まんと、もう見えるとこだけで、見えるとこだけで、見えるとこだけ。おっ、そうそうそう、おっ、そうそうそう、おっ、そうそう、よし、あー、きたー、きたー、いや、あ、緊張する、ちょっとお茶なくなったんで、お茶入れてきます。さすがにお茶入れてくるとこはカットしておきます。はい、戻ってまいりました。お茶を入れ、タバコを吸い、ブドウ糖を取り、アーモンドチョコを食べ、もう準備万端でございます。それでは再開していきましょう。ここはちょっともう無理せんとっか。ターン発狂とかもないもんね。水も落としになってるし、で、こっからは落ち込んミラクル水消しはないと。おー、ナイス。はいはい、で、暗い目覚めだけね、消えるのもあって、もうエースも使わんとこ。もう本当に本当に、あ、回復回復。あー、危なー危なー。いや、これブドウとチョコのおかげです。アーモンドチョコのおかげです。水か、痛い痛いけ、それは痛い。ちょっとポップ貼ります。はい、でこっちデバフかけられて、アーモンドがね、歯に引っかかってる、ね、今ちょっとんでくちゃくちゃくちゃなってるんですよ今。水一応、はい、ルーレット、オッケー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 。で、暗い目覚めも終わった。こっからカッチャン使って指も伸ばして、エース使って、で、どこが作りやすい？ここか。で、しっかり回復回復、もう一個もう一個で、今のうちに火を離して、あっ、あっ、お、危ない。なぜ水の時に攻めた。よし、鉄壁、はいはい。いやー、ルーレット来ちゃうか。やばい、水の時に攻めるべきじゃなかった。ダールーレットが上に固まってくれてるんで、それはありがたい。
お、水入れて。マジで？ちょっと待って。ちょっと回復できてん。3か。わかった。あ、緊張する。よし。回復はもう置いといて、置いといて。火をとりあえず。火だけ意識して。よし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 、落ち込もうってきた。やばいやばい、これやばい。これやばい。これはちょっとやばい。もう無効貫通、クマンと、ひたすらコンボ、コンボ。コンボ、コンボ、コンボ、コンボ。それに対してコンボは組めてない。やばい、これ。ポップの軽減で耐えれる？耐えれるかな？ポップ現状張って。はい。一応 HP は全開やけど、あー、はい、耐えて耐えて、うわー、マジでもう水の時なんで攻めちゃったやろ。いやー、またリベンジします。ありがとうございました。